なんか嫌なこと思い出しちゃった。なんか最近ずっとこういうゲームをやってた気がする。魔法強くない？待って、下入られたら上がってくんかい。待って上がってきてる。武器を両手持ちにして、ダセー。 OK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 、 やっぱ強いわ。やっぱ強い。何あれ、なんかアウトラストみたいになってる。俺が戦闘力15でいったら、あいつ多分3600はあるね。あーやばい、ポーション全部飲んじゃった。待って、あそこさ走り切ったら勝ちじゃない。うらー、ジャンプすな、ジャンプすな、振るな振るな。よし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 、一回ね、一回休憩ね。オーケー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 。待って、包囲されてる。もうなんか機関銃みたいなの、機関銃みたいな構えられても、ここ無理だね。うん、出待ちされてるわ。何、やばい、大丈夫大丈夫。待って、マジで待って、お願い。ホームルーク、ナイス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 。え、普通に強くない？いやでも鍵詰めの方がみんな面白いか、見てて。あ、これ一回オッケー、うん、俺にはこれがある。一回出して、この炎の矢なんだろう。一回出して、オッケーオッケー。俺にはこれがある。そう、宮本武蔵の戦い、めっちゃいいこと、めっちゃいい風に言うね。そう、宮本武蔵のやり方。あ、いやー、いや俺上のやつ無理、やれない。あー！ありがとう神様、マジでありがとう。よかった、初詣行って。初見で倒してみたね、うん、ゴドリック初見で倒してみた。いやーなに、なるほど、あーなるほどなるほど、うん、いやーおかおかおか、ナイス。3発ね、まだ来るんだ。いやこれそれなに、あ、それ5発か。1,2,3,4,5 ね。いやーその5発無理。待って、いやーねー、俺分かった、ローリング入れるとき伏せ、ナイス。あれ、何やっちゃってるよ、間違えて。ほら手多いから、こいつ手多いからミスっちゃって、これ自分の使えねえもん使うなよな。動かないでしょ、動かないよね。お、勝率 0% です。開けてください。終わった、絶対終わった。これ即死技？いや、これ一回、もう一回見てみようか。これ、ドラゴンを、ドラゴン入れない乱数あるかもしれんから、ちょっと一回見てみよう。いや、もう、マジで。バカみたい。あいつがこうやって構えてんの見ながら、ってやってんのがバカみたい。いやー、こっちがディレイじゃない。こっちの攻撃全部ディレイじゃない？ここディレイ、分かってんのに俺分かってたのにディレイすぎんよ。いや、それディレイなんだよ待って、もう俺こいつのディレイ笑けてきたわ。
入れ、ここ、ここ入れろ、ここめっちゃ入れろ、ここめっちゃ入れろ、ここ、え、俺も食らうんですかそれ。あの攻撃僕も食らうんですか。タイミング、いい、ごめん、いや、ディレイ。1、2、3、4、5、いや、俺バカみたいなことしちゃった。いや、まずい、これ避けないと。いや、避けれんかった。いや、不審、ああ、まあ、じゃあ点数つけちゃおっかな。3点。まあうちの視聴者はおじさんが多いで有名だけどさ、なんか今日なんか回ってきて、ツイッターで回ってきたんだけどさ、これが分かんないとおじさんですみたいな8項目ぐらいあって、みんなインライって意味わかる？インラインスケート。まあ確かに、まあコメントに何個かあるけど、インスタライブのことなんだけど、あとはなんか05とか数字の05と07とか、2005年生まれとか2007年生まれとかだから、その05とか05生まれ07生まれって言うんだって。07とかって言うんだぜおじさん。07とか05とかじゃなくて、あ、07って言うんだ。若いやつはどっか行きな。おじさんの配信見るんじゃないよ。ここはおじさんの楽園、ここはおじさんのユートピアさ。若いやつらは院大見ときな。おい、なんかつゆついてババいんぞー。あ、てかさ、こいつ倒せんじゃね、あの初心者狩り。いやー、惜しい。いや、そんな強くねえなこいつ。こいつマリカの息子じゃねえな。てか俺あれだね、あの片手杖だったな。片手杖じゃなかったらやれてたな。まあ言わないけどね、あんま言わないけど、片手が杖じゃなかったら勝ててた。言わないけどね。別に。なんかね、言い訳したみたいになるから言わないけど。片手が杖だった。言わないけどね。いや、こいつ意外と強いな。ちょっと待って、これ魔法瓶。魔法瓶じゃない。魔法瓶じゃない。タイガー魔法瓶の話してない。あの魔法の方をちょっと、あれに変えるか。ポーションに変えるか。幻だったんだ。そっか、俺は俺自身と戦ってたんだ。ありがとう。マリカの子じゃなーい。全然マリカの子じゃなかった。クソ雑魚。シンプルデカザリガニんじゃん。硬いかも、物理硬いかも。やっぱ、うわめ、ちょっと待ってよ。いやー、いや、いいよね。なんかこういうキャラにさ、こんな攻撃のパターンあるんだってね。考えられてるね。うん、まさか、俺やっぱ想像を超えたね今。うん、想像を超えた。まさかザリガニがレーザービーム入ってくるとは思わんかった。嫌なこと思い出しちゃった。なんか最近ずっとこういうゲームをやってた気がする。ここに行けって言われてたんだから。なんかビッグマムぐらいのデカさのやついるかな。